すぎて誰が言う誰が言うホモ戦争する気だせーの、はい、おーおーなるほど。ショッピング時間はイオンに今回行って、はい、そイオンの中で2時間おーなるほど。こんな目立つ格好の4人がバラバラにイオンの中バラバラチーム負けしますか。はい、はい、グッドオーバーでアウセ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 。あーもう一回移動して三文字担当かな。どっち。はいはい。おこの対決が見たかった。よしビール。いや俺は、はい、ちょっと怖いんでライフが電池の、うん、電池のライフが減ってきたら分かりやすいっていうので持ってきました。へえあ、でっか。なんか来た。キャンプごっこのおもちゃ。キャンプごっこのおもちゃのランタンは炭酸2本でやる。おお、まあ、今がキャンプの気持ちになってもらってこれを眺めながらキャンプとして過ごす。やば、今ここはキャンプになるんだ。キャンプですよ。入れました。いきます。はい、ともせ。あ、暗くした方がいいか。ちょっと暗くしかない。ちょっとね。いやもう全部動画の照明になるほど光らんだろ。それキャンプでランタンつけるとき夜でしょうよ。ちょっとけもうしっかり消しちゃってください。じゃあランタンつくんで。うわ結構暗いよこれ。なんかなえるな。大丈夫。じゃあつけると同時にスタートね。はい、いきますよ。はい、おーいスタート。あかん。つけてー。お前寝るんか。もっと拡散するかと思った。いや妥当だよ。そうか。じゃあもうキャンプモードになってもらって、もうキャンプモード。じゃあストーリー全部教えて。早朝出発して昼着いて、で今からテントを設営して昼ご飯でも作ろう。はいはい。ランタン作るね。ストーリー的にまず消えるよ。じゃあ夜つこう。じゃあまあまあ遅めね。夜っていう設定。まあまあ遅めね。あ、まあスタート。これテント、これどうやってやんのこれ。じゃあそちら持って。こういうのはな難しいから。そちら持って、あのあこれ。あれ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 わあ、ヒージョだ。わあ、すごい。ビールとか飲んじゃってね。ビール、あげちゃう？ビール。本当にビール飲むじゃん。本当にビール飲んでみよう。ビールください。うわあ、ロング缶だよ、これ。うわあ、おいしそう。おいしそう。朝、まあ、10時だぞ、お前。朝、消化する動画の朝10時で、なんでビール飲む？ちょっと待ってよ。炭酸だからじゃない。炭酸でビール、なるほどね。でも、そういうぐらいで本当にキャンプ笑うよ。本当に。ああ、いいね。ああ、いいじゃん。ああ、いいじゃん。だいぶ朝だね。テントの中だからか分からんけど、めっちゃ飛んでるわ。おお。なんか、てつやテントの中からなくて、なんか、ただ半透明な人みたいな。なんか、色が薄い人みたいになってるけど。俺結構テントの中の気分できてんだけどさ。持たない。終了でーす。ああ、すごっ。30分経った。あ、30分経った。この力じゃねえけど。普通にみんな話してくれただけだね。じゃあまた来週ですね。ちょっと来週からはもうその日の間に4人回すぐらいの気持ちで持ってくるそうだね。なるほど。ハードルも下がるし。ということでまた来週。はい、ありがとうございました。寝癖すぎるって。寝癖すぎるでしょ。起きたてでそうです。まあ、この辺からもね、この企画に対する意欲みたいなものが感じますよね。4番。はい。誰が間違えました。あれ、フラ。あ、ボイド。普通にボンを N って書いちゃいました。お盆のボンじゃないね。これが本当のボンミス。あ、言おうと思った。あぶねー。言われるとこだった。塗り絵を塗って豊かな感性を磨こうよ。出た。この感じのやつだ。ようやだ ね平和ですね。平和の時にやるやつ。平和のはずだけどね。我々やっぱり YouTube なんかやってますと、人と違うことをしようとか変なことをして目立とうっていうね、気持ちがちょっとずつこう成長していっちゃうじゃないですか、うん、まあなんかそういう心の動きみたいなものって結局塗り絵に現れるんじゃないかなと思いまして、まあ今回はね2チームに合わせて、ね、楽しく塗り絵をしていこうと思いますね。はい、まあ、今回お題こちらですね。あ、ちょちょっと手をあ、かわいいねこれ。ちょっと楽しくやっていきましょうよ。はい、うん、はい。で、ガライ君ちょっと絵の具とか持っていいですか。ちょっと今絵の具切らしててないんですよ、ね、え、できない。できないじゃん。あ、すいません。あ、でもこれならちょっとありました。持ってきますね。これってある。何これ。ちょっとバーッと出して。なんだこれ。お、なんだこれ。あ、絵の具だもんどこれ。グラビアゴムメディウム。
アラビアゴム、ゴムフェティブじゃないかこれは。お前これ水彩絵の具、水彩絵の具作りの、お前これ水彩絵の具の材料じゃないか。それだけならちょっとなんとかあったんですけど、なんかあれだな、最近東海のやちょっと経費も厳しくてカツラツだから、この企画に1万円までしか使えないわ。うわうわ、2チームに分かれてって言ったけど1チーム5000円しか使えないわ。でしかもやっぱちょっと人工物使うのはちょっと違うかな。人間が作ったものなしで、人間が作ったのは工業的に作ったものはなしで5000円以内でこの絵の具カラフルに仕上げてえな。仕上げてえな、仕上げてえな、仕上げてえな、うわ、早速2チームに分かれて、分かれて、チームに分かれて、分かれて、3人ミックスパッド、3と3とかがちょうどいいな。ここか、立てたよ、ここか、こういうこと。じゃあもうみんなせーので、右か左かどっちかにこうやってやってください。あー、綺麗に分かれてな、これで一発で、せーの、えい、おー、なるほど、燃える理系と理系なんだよ、これじゃないやつがよかったよ。理系を返すことだよ。雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう。されない放りない。もう相談するわ、1か9どっちにする。俺ら9にする必要は正直ない。決めました、僕らが今食べたのは1です。当たれ、残念。ああ終わった。もうダメだよ、嘘を。ねえもうギブアップだよ。ない、なんだよバカ野郎、外すなよ、もう3時だぞ、こっちお腹空いてんだ。ごめんよ。さあ、ザコのお二人、お願いします。変だ、いけ、1億ね、1万円いきます。始めるんだ、頼むって。あれ、そっとしてあげて。ヨウくんのチーム1人になっちゃった。うん、そっとしてあげて。さあ、ヨウくん、お肉です。いや、僕じゃない、こっちですよ。こっちは危ない、危ない、危ない。こんな話があるか。一緒じゃない。じゃあ、こうね、一緒ならこうね。はい、はい、ヨウくん。テレビで見たことあるやつをとりあえずやってる。確かに確かに。エンジン組もう、エンジン組もう、エンジン、エンジン、誰か言う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 。日本代表がフライトの国で絶対勝つぞ。じゃあ、うわー、かぶり始めたら行っちゃえよお前。やめと思って今。やべえ、パンパンだね。パンパンだよこれ、もうすごい超ちっちゃい。食べてくよ。いや、なんでアンスの自分で来るの。箸一本しか食ってない。あんう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 ん、あ、なんで俺だけ食わしてくれんの。まあ、あ、余裕余裕、うん、今これを見てピンと思った。これもありそう。いや、俺ね、あると思う。俺、この種類これやると思う。ああ、じゃあ、そうね。じゃあ、夢丸白身だけ。俺、白身だけで行こうとした。俺、行ってみるんだ。行こうとしてたから。さすが。あ、すごい。白身だけ、白身だけ。うわってなりそうだけどな。いける。じゃあ、僕行く。でも、君だけはある気がするな。白身だけは知らんけど。こうやってやるじゃん。まあ、白身だけ。君だけ取って、君をここに置くわけよ。あれ、君をね。あれ、君を置いて、君置いちゃってる、君置きました。置いちゃった。先にいいやつ取るのが、おい、トシエツが教えてくれたもんね。そういうルールなんじゃないか。そっか、あー、ここも戦争する気あるよ。オッケーオッケー、えー、行くんだね、醤油行くんだね。行きました、はい、こいつ行きました、はい、はい、醤油行くわ、うまそー。はい、で、よしよし、やめてあげて。おい、コーヒー食べたいんですよ。舐めろ、舐めろ。昔デッパの持ちネタだった。持ちネタだったね。そちらの TKG オンリーユーです。オンリーユー、卵だけだよってことだよね。さあ、でも白身だけもあると思うんだけど、一回試したこと。おお、いや、いいよ、白身だけ。じゃあ、いいし、白身も試そう。余ってるやん、このなんかぬるくなかった。これな、もう誰も食べれない。これ、これはやだ。自分で割ったやつがいい。いいや、もう分かってよ、もうなんか仲悪くなってない、この企画。普通にイケジ教会のせいだ。白身をまず、まずいいですか。うん、だ、はい、白身だけ入れて、醤油。こちらの TKG マッチョ麺です。
マッチョタンパク質、タンパク質、タンパク質、確かに。おお。すいませんでした。何？としみつが今作った TKG は I miss you でした。どっちの前って？ I miss you でした。だから、はい、I miss you。余った白身とご飯を混ぜる、醤油を少々。え、余ってるかどうかっていうそのなんていうの、前提条件も入ってるんですか。そういうこと？とだけ言っておきます。余った白身を混ぜる、醤油を少々。じゃあ普通だ、割らなかったからアイミスユーだったんじゃない？夢丸のやつを使ったから。今のはミラクルって。うん。そういうこと。すごっ。やった。喧嘩しててよかったよ。すごっ。みんなにバレないように細いこと世界を救う人ってかっこいいなって思うんですよ。いやそれ正体隠してるのは何でもある時に狙われたりとかね、っていうので危ないっていうのもあるんですよ。やっぱこっそりやるのって重要なことなんですね、実は。しかしですね、逆に正体を隠しながら悪いことしてる奴も同時にこの世にいるので、うん、それがこのメンバーの中にいてもおかしくはないなって思うんですよ。僕はね、まあ、皆さんそんなことないと信じて、まあ、ヒーロー側の練習、こっそりとこの世を助けていくという練習をね、うん、してもらいたいなと思いまして、はい、まあ、練習試合なんで自分はこの世を救おうとするんですけど、それをね、他のメンバーが邪魔してきます。邪魔されないように誰が最初にこの世をこっそりと救うことができるかっていう。今回のね、この世を救う職業は、はい、爆弾処理でございます。あら、うん、マインスイーパーというゲーム。はい、マインスイーパーじゃん。この世代みんなやってるでしょ、きっと。 Windows でね、うん、そう、Windows、実家にあるパソコンでみんなやってるでしょ。そうなんですね。このパソコンはですね、向こうの別の部屋に置いておきます、はい、なので常にね、誰かこう行って爆弾ね、処理していいんですけど、別のメンバーが来ちゃうかもしれません。別のメンバーが来たら、お前俺の爆弾に手出しやがってっつって、うわぁぁ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 ぁ全然全然ってやられちゃいます、はい、なので爆弾処理失敗です、はい、で他のメンバーにバレないように爆弾処理をある程度進めて、やばい、もう誰か来るかもしれないなって思ったらもう切り上げて、最終的に最初に爆弾処理を完成させた人の勝ちというわけですね、はい、2023年2月15日水曜日12時6分マインスイーパースタート。よーもー、始まってしまった。1、2、こんにちは。いや、もう始めたばっかりですよ。そう、一応ね、まあこういう感じでやるんだなっていう。やってるんだろう。いやいやいや、もう早すぎ。こういう感じで始めるときには大体15秒から20秒くらいかかっちゃう。そんなかかるんだ。っていう感じでしたね。ということで。いや、もう何もやってないから。わかさせなくていい。じゃあ、やり直し。はい。はい。やってるんじゃないだろうな。もういい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 。も